道のく潮風トレイルは2019年に開通した青森県の八戸市から福島県の相馬市までの太平洋沿岸をつなぐ約1000キロのロングトレイルです。今回の行程です。1日目は八戸駅から種差海岸駅まで電車で移動し、種差キャンプ場で1泊します。2日目は橋上町ルートを歩きます。種差海岸駅から橋上駅まで電車で移動し、そこから橋上岳寺下観音の約22キロの距離を歩きます。その後はタクシーで種差キャンプ場へ移動しました。3日目は八戸市ルートから名取へ移動します。種差キャンプ場からサメ駅まで歩き、そこから電車で名取トレイルセンターへ向かいました。最終日の4日目は名取トレイルセンターから地下鉄新井駅まで歩きました。その後は兄の家族に久しぶりに会って仙台駅から帰宅するというルートでした。それでは出発です。初日は新幹線で八戸駅へ向かいます。八戸駅に到着しました。今回は種差海岸を拠点にトレイルを楽しみます。電車から3日目に歩く八戸市ルートのトレイルが見えました。種差海岸に到着しました。今日はこのキャンプ場に泊まります。駅から約5分程度の種差キャンプ場へ向かいます。種差海岸インフォメーションセンターに到着しました。こちらでキャンプ場の受付をします。テントは1張1500円です。インフォメーションセンターではトレイルや周辺の情報を知ることができます。水分はキャンプ場の炊事場かこちらの100個い水飲み場で補給することができます。結構青森寒いですね。なんかめっちゃ走ってます。でも走りたくなるぐらい綺麗な芝生ですね。ここは三陸復興国立公園で美しく整備されてますね。いやー、キャンプ場の中でもかなり美しいエリアだなと思います。種差キャンプ場は三陸復興国立公園種差海岸内にある天然芝生地に隣接するキャンプ場です。超柔らかい。もう完璧なキャンプ場だね。今回はニーモのホーネットストーム2人用のテントを使います。今日はこれを八戸せんべい汁をいただきます。まず下をあ、やばい。お湯が沸きました。これを入れます。これが具です。液体スープ。私出汁が効いた優しい素朴な味で美味しかったです。ちょっと寒いのでナルゲンボトルにお湯を入れてゆたぽんにします。ゆたぽん？ゆたんぽか、間違えた。2日目は橋上町コースを橋上駅から歩きます。種差海岸駅から橋上駅まで歩くことができますが、今回は電車で橋上駅まで向かいます。春らしい穏やかな道ですね。中学校がありました。桜が綺麗に咲いて100周年記念。あ、また二宮金次郎。二宮金次郎っていろんなところにいるよ。道のく潮風トレイルのマークがありました。橋上岳方面へ向かいます。桜が咲いてます。昨日は結構夜冷え込んでましたが、今日は暖かいです。ちょっと汗ばむ感じ。道路を歩くのがロングトレイルらしくていいですね。野沢牧場。風が弱ければもっと良かった。よし、頑張ろう。ハイカーの数を確認するためにこのようなカウンターが設置されています。ところどころ桜が咲いていて綺麗でした。道端のタンポポにも癒されます。どんどん風が強くなってきました。奥に見えるのが橋上岳です。トレイルの途中にところどころ道の串岡でトレイルのテープがあるので目印にすることができます。テープがちょっともう檻に入りました。Every day, and I'm still so amazed by you. 登山口まであと700メートル。フォレストピア橋上に到着しました。地元の食材にこだわったオリジナルジェラートや橋上そばもいただくことができます。ここにトイレがありました。風めっちゃ強いですね。登山口までもう少しです。登山口を発見。ここまでが長い。登山口から登ります。登山ようやく橋上だけ向かうことができます。登山口までがね、結構長かったです。でも緑が綺麗な森ですね。道の串岡でトレイルコース合ってますお、すごいトンネルだ。すごいですね、登山道に珍しい。神岳の印平に着きました。結構登りますね。30分ぐらいで橋上岳かなと思います。結構ね、疲れました。暑いですね。もうちょっと頑張ります。よいしょ。綺麗な緑。最後の階段です。よいしょ。橋上岳に到着しました。今日は土ぼこりで景色がブラウン気味だったので、また風が弱い日に訪れたいと思います。山頂から5分ほどで龍神水へ向かうことができますが、風が強いのでまた今度にしました。いや、結構風強いですが、無事山頂にたどり着いてよかったです。なんか道の串岡でトレイル通り越して道の強風トレイルになってますが、まあ、これもこれでいい思い出です。帰りも気をつけて下山します大開平に到着しました。5月下旬あたりからは美しいツツジが咲いて、とても癒される場所だそうです。寺下観音方面 7.7 結構あります。強敵で私はいない。結構こういう登りが地味に体にきますね。懐かしいですね、この何もないけど満たされている感じ。平らな道になりました。今日は雲一つない青空ですね。ここは結構移動で車とかバイクが通りますね。道は広いのでそんなに危険ではないです。緑がすごい綺麗な道ですね。いやー、今回はセクションハイクですが、もうすでにハマってます。素敵なトレイルですね。つながってますね。入ってきた。また森に入りました。今2時50分です。よいしょ。とりあえず朝行ったローソンを目指して今日は歩きます。右側が道のくしょう風トレイル道ですね。よいしょ。五重の塔の跡です。見て見て。なんだろう。黒いの。牛みたいな。何それ。絶対やべえやつでしょ。鳥居がありました。なんか神聖な場所ですね、ここ。よいしょ。山道の方がいいね。車道になんかあるけどね、ちょこちょこあるのがいい。よし、左か。すごい木だな。潮山神社。手下観音の近くに観音茶屋東門という素敵なカフェがあったので寄り道することにしました。フリーズドライを持ってきていましたが、出来たてのピザやご当地の確かみそば、レアチーズケーキやパンケーキ、美味しくいただきました。ただのグルメツアーですね。この日は時間が足りなかったのでタクシーで種差海岸まで戻りました。なんとこちらのタクシーの運転手さんは私たちが橋上岳登山口に向かうところを目撃していたようです。なんか俺も昨日自分の部屋ストーブつけましたよ。あら、そんなにそうっすよね、昨日寒かったっすよね。昨日寝袋で結構寒かったんですよね。いやまだまだ、結構ね6月ぐらいまで朝とか夜だけストーブつけたりしますね。お、種差し食材。はい、すいません、ありがとうございます。戻ってきました。今回はエアマットはサーマレストのネオエアウーバーライトスモールを使ってます。To the sorrows, this is a mistake. I know about tomorrow. Fight no more, 'cause I don't really need no more. No, just wanna make it stop. Maybe it's something in the water, or maybe we just hit the end of the road. Right now it doesn't even matter. 本当はスタート地点がサメ駅なんですが、今回は。北へ向かう形でサメ駅をゴールとしますので、今日は種差し天然芝生のこちらのキャンプ場がスタート地点になります。でどんどん北上して、サバ駅じゃなくてサメ駅に向かう予定です。断崖絶壁、うわすごい、あそこで釣りしてるよおじちゃん。釣れんのかな。ここが淀の松原、綺麗。美しいですね。海が広い。潮風に当たってると健康になりそうです。まっすぐ行っていいのかな。ああ、多摩湖、赤貝、赤皿、ホタテ貝。大須賀海岸は日本の渚100選に選ばれているとても美しい海でした。ゴミもほとんど落ちていなくて、きっと地元の方が美しく整備されているんだと思います。街のなルートですね。なかなか景色が綺麗で前に進まないですね。足毛崎展望台に到着しました。戦時中には海軍の監視所として使われていたそうです。ここから8000円やってる人の3000だってすごいね。昨日登った橋上だけがうっすら見えました。コロンバイルカフェテラスがありました。濃厚なソフトクリームをいただけてとっても癒されました。だいぶ充電されたので次はサメ角に向かいます。遠くに見えるのがサメ角灯台です。すごいロケーション。すごい道だ。西宮神社に到着しました。地面が海藻で埋め尽くされていました。道のく潮風トレイルのトレイルヘッドでありエンドポイントに到着しました。蕪島神社に到着しました。2月下旬から8月上旬にかけて3から4万羽のウミネコが飛び交います。ウミネコの繁殖がこのように間近で見られる国内唯一の場所で、足の踏み場がないほど境内に密集する様子は他では見られないそうです。ここサメ駅まであと200メートル。八戸駅から仙台駅を経て名取トレイルセンターへ向かいました。宮城県にある名取トレイルセンターはハイカーズデポで見ることができるギアや国内外のロングトレイルの情報、山関係の書籍も豊富で、とてもワクワクする素敵な場所でした。名取トレイルセンターのテント場はとても美しく整備されていて快適に過ごせました。オートキャンプも楽しむことができます。名取トレイルセンターはこのような利用許可証を事前予約制の人に渡されて活用します。今日の晩ご飯です。じゃん。トイレはバイオトイレを活用していて、環境への配慮もされていて、とても心地よかったです。おはようございます。今日はですね、最終日なんですが、名取トレイルセンターを出発して地下鉄の荒浜駅を今回は、終点にしたいと思います。ちょっとね7時なのでまだ閉館中なので、ポストに利用許可証を返却して向かいます。行ってきます。ありがとうみちのく潮風トレイル名取トレイルセンター。よいしょ。それでは向かいたいと思います。なんかノームみたいな感じです。東日本大震災慰霊碑です。すごい白い。この団地の屋上が一応避難所になってました。仙台市に到着。ここが避難の丘です。この道路ですねごい歩行瞑想ですね、完全に。貞山運河は仙台藩初代藩主伊達政宗公が晩年に松島湾と阿武隈川を結ぶ運河として建設を命じ、明治中期に完成しました。全長49キロにわたるこの運河は日本最長の運河とされて、地元の人々に愛されています。震災以降、仙台市立荒浜小学校に到着しました。11年以上経った今でも震災の爪痕が残っていました。学校が建てられたばかりの頃と震災直後の写真、2階の校舎内にまで浸水していた痕跡、当時避難していた児童や教員、近隣住民の方々などの避難生活の様子なども知ることができました。当時、テレビで屋上に避難している方々がずっと中継されていたのが頭には残っていたものの、被災地を思うと未だに自分の言葉では表現するのが難しい感情になります。ただ、当時のまま時が止まっているだけではなく、前を向いて生活する方々の懐の深さにただただ胸が締め付けられる思いになりました。このような形で改めて振り返る機会を与えてくださったことに感謝です。新井駅まであと40分くらいですかね。今回は新井駅をゴールとして、私の兄と、奥さんと息子ちゃんが仙台に住んでるので、ちょこっとだけ会って帰りたいと思います。いやー、いいトレイルですね。新井駅に到着しました。綺麗な駅。よいしょ。旅のご褒美に牛タン焼き専門店つかさで牛タン定食をいただきました。お肉が柔らかくて美味しかったです。そして兄家族にも会えて大満足な旅となりました。たったの4日間の旅でしたが、また歩きたいと思える魅力がたくさん詰まったトレイルでした。タイミングを見てまたセクション俳句しに行きたいです。そして東北の知らなかった新たな魅力を再発見できてよかったです。このロングトレイルをつないでくださった方々に感謝いたします。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。